素敵なお召し物ですこと。本当に若々しい美しさを華やかに引き立てて、まるでフランス渡りのお人形のようね。あなたは着物もいいけれど、洋装も本当にお似合いになるわね。今夜はあなたに結婚を申し込む殿方がたくさんいてよ。そうですとも。あら、そんなに頬を染めて可愛らしいわね。これはこれはご婦人方、あまり娘をからかわないでやってください。秀夫君が来ているようだよ。どういうわけか広場に入ろうとしないから、呼んできてあげなさい。今夜のお前は本当に綺麗だよ。お前もすっかり大人になったんだね。そう、お前はわしにとっていつまでも子供だ。お前にはきっと将来不自由な思いはさせないからね。お前はわしの唯一無二の宝なのだから。
考えておいてくれたかい、あの話。だから俺にその気はないと言ってるだろ。確かな話なんだ。ここはもう十分なお金を払っちゃくれないよ。ねえ、だから一緒に他へ行こうよ。何度も言わせないでくれよ。俺はここを離れない。そんなこと言ったって、あんたもそろそろ所帯を持たなきゃおかしいだろ。女はみんなあんたに惚れちまう。誰だってついてくるさ。だけどこんなところにいたら女子供養っていけないよ。俺は所帯を持つ気もない。いい加減にしろ、仕事に戻れよ。冷たいね。あんた、私に惚れてんじゃないのかい？惚れてる？どうして？花をくれたりしたじゃないか。顔が綺麗だって褒めてくれたり。勘違いさせたなら悪かった。特別な気持ちはない。嘘をいいよ。すまない。何さ、育児のない男だね。いくら見目が良くたって、これじゃサブローの方がずっとマシだよ。サブロー？そうだよ。いくら誘ったって指一本触れちゃくれないあんたと違って、あいつはいつでもどこでもその気になってくれるからね。あいつったらすごいのよ。昨夜も私は一晩中夢中になっちまったよ。あいつも仕方のないやつだな。まあ俺には関係ない。せいぜい二人で楽しんでくれよ。なんてよ、あんまり釣れないじゃないか。お前だけじゃない。俺は誰にも興味がない。本当に？ああ。そんなわけないじゃない。あんたまさかあの姫様に化粧してるんじゃなかろうね。誰にもなびかない理由はそれ。やたら仲がいいと思ったら、あんた大物狙いだね。この家を乗っ取るつもり？バカなことは。呆れた女だ。え？ちょっと！あいつ。おい、そこで何をやっているんだ。藤田様。台所の人手が足りない。手伝いなさい。はい。
姫様、どうかされましたか？私はお見かけしておりませんが。姫様、お元気がありませんね。ご気分でも悪いのですか、姫様。そうですか。いえ、お顔の色が優れないように見えたので。と言いますと？姫様はそのようなことをお気になさらず、ただ夜会の主役でありさえすればよいのですよ。姫様、殿様は姫様のためにこの夜会を開かれたのですよ。そのお気持ちをどうか。藤田、ちょっと。はい、奥方様。姫様、御前を失礼いたします。ああ、そうだ、これを。
おい、